こんばんばは、えー、と今日はこれ生徒に質問された問題、2015年度の7月、高2の真剣模試です。ねえー、B1、次の四角にを正しく埋めようと。1番が2かっこ x プラス 1x 引く1、足す 3x。これは普通に展開してください。で展開して因数分解してください。で2番、二次関数 fx イコール 2x2 乗引く ax 足す1があり、f2 が1。だから一回、f2 を入れてください。このとき、a イコールこれこれで。 X が0から3における FX の最大値はと。これグラフを書いてくださいで。3、これちょっと生徒の <laughs> プリント,タートあのプリント汚いですけど、図のような ABCD の4つの場所に、赤、青、黄、緑の 4, 4色の絵の具から何色かを用いて塗ると。ただし、1つの場所には1つの1色の絵の具で塗ると。境界を接している場所には異なる色を塗ると。4色をすべて用いて塗り分ける方法は全部でこれこれ通り、また3色で塗り分けるのはこれこれ通り。と 4番。下の表は20人の数学の小テストの得点をまとめた結果です。ただし得点はすべて整数の値です。じゃあ中央値と第三四分位数。はい、いきましょう。1番は普通に展開してください。えっ、ー、と、和と三席でこうですね。じゃあ展開して、あとはもう、えっ、ー、と、もう私はいっぺんにやりましたけども、たすき上げですね。なんか、2x2 乗だから、2x と x。で、マイナス2だから、 えーと足したとき3だからこっちマイナス1、えー、とこっちにプラス2か。んただ4と、あ、ん合ってるで、ここで、えー、とマイナス X プラス 4X で足して 3X と。ということで答えはこれとこれですね。っていうふうに。まあ、もしかも私はいっぺんにやりましたけども、まあ、助け役しなくてもこれ出ると思います。いいですかね。で、今度2番。F に、まあえー、代入してみると A が4になりますね。回答4と。 じゃあ A が4をこれに代入すると元に代入すると平方完成こうですね頂点が1とあ頂点っていうか軸が1とだから軸1ですねで0から3だから軸が1でこう0だから0から3って言ったら3 3 X が3のところが最大値ですねこれが最大値でこれが F1 が最小値じゃあ最大値が欲しいので F3FX の最大値は F3 イコール7とですね F3、はい、じゃあ4番が難しかったと思うんですけど4番ね実はね4色だから ABCD に順番に入れるんだったら4通り3通り2通り1通りでいいですねだから4の解状通り24通りですで次次がね3色だから3色で隣は,隣は合うのは別の色だからこう考えればいいですね B と C は必ず同じ色ですよねだって3色しか使えないんだから。 ね、ABD c a b、D、は異なる色ただし B と C は同じ色とそしたら3色で済みますよねそしたらね B と C は同じ色で ABD は異なる色で塗り分けるとでその場合4色からまず3色選びますよね選んで ABD と順番に塗っていけば自然と C もき決まりますよねつまりだから 4CP、まあ、書きましたけど四 c, c 3してでそれをかける3の解状 にすればいいか 4c3×3 の解状と。ですねまあ、つまり 4p3 と一緒。つまり4色から3色選んで順番に a、b、d って塗っていけば自然と c は b に来る色を塗ればいいだけなんで c は関係ないと。だから 4p3 でもしくは 4c3×3 の解状でもいいですよ。別の書き方すると4色から3色選ぶと。これは4通りですね。かけるそれを 3, 3つ並べると。 3の解除とそしたら、一緒ですね。4×3×2×1 と。ということで、24通りと,としてください。で、最後は4番で、ね、これちっちゃい順に並べてください。これ並べました、20人分。そしたらね、えー、中央値はこの10番、これ,これ丸つけたの何番目って意味だ5番目、10番目、11番目、15番目、20番目って意味ですけども、10番目と11番目、だ偶数だから、10番目と11番目の平均値でいいですね。ということは、中央値は3.4、あ、ごめんなさい、3.5か。 3で第3四分位っていうのは真ん中を真ん中これ10人いますね真ん中真ん中が区切ると右側に10人いますね10人のこのど真ん中が第3四分位だからということは15番目と16番目の平均値を取ってくださいということは4ですね 4+4÷2 だから4といいですかねじゃあ答えは3.5と4の順番です「かーき」の順番いいかなはいじゃあ以上です